中年オタッキーです。撮影したねネガの現像を撮りに行く暇がなくってちょっとネタが枯渇しておりますので、今回の動画は、前回もね、予告しましたけどフラッグシップ機で撮るっていうことをね、考えていこうと思います。まあフラッグシップカメラねいっぱい積んでるんですけどもね、まあこんな感じでね、まあたくさん積んでるんですけど、まあどれもね使ってて楽しいカメラになるんですね。多少お金はかかりますが持ってて損はないですし、知らずに死ねるかと、まだ使ったことがないっていう人はねぜひチャレンジしたい、欲しいカメラであります。そんな感じの動画を今日作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今日の動画ね、フラッグシップ機ということで、まあ、今積んでるのはこれキャノンニューエフ1ですね。よっと、ちょっとね、置くとこがね、大変なんですけど、車の中なんでね、これニコンの F4 ですね。で、これはニコン F フォトミックですね。よいしょ、これは F2 フォトミックになりますね。よいしょ。んでもって、これがキャノン QF1 になりますね。QF1 になりますね。で、よいしょ。これが EOS-1NHS ですね。ヘビー級のカメラですけども、さらに言うたら、まあ、コンタックスの RTS とかも載ってますし、まあ、これはフラッグシップっていうにはどうかなって感じですけど、まあ、大好きなんで出しますけど、キャノン A1 ですね。キャノンは1がついたら大体フラッグシップ機なんですけどもね、このフラッグシップ機たち、ね、どのような価値があるのかと。まあ、当時で言うと、その、まあ、今積んでるのはね、フィルム機ばっかりなんですけど、以前はそのデジタルのね、EOS-1DS-M3 っていうのを持ってたんですけど、そのフラッグシップ機がね、どのような価値があるかと。まあ、当時、その、まあ、現行でもフラッグシップ機は、まあ、プロが主に使うカメラなんですね。プロが使うということで、まず頑丈である。一番に頑丈っていうことが大事。で、画質が良いとかね。いろんな撮影状況に対応できる、まあ、そのようなねいろんな要素がプロ機にはある、フラッグシップ機にはあるわけなんですけどね、まずねその結構ね敬遠してる人がたくさんいると思うんですけど、重たいとかねその難しいんじゃないかとか、まあ、そういうねいろんな敬遠する要素もあると思うんですが、まず難しいんじゃないかっていうのはね、まあ特に難しいことはないですね。まあそれはこのぐらいのね、古い、機種になるとね、もうマニュアル専用なんでね。でもマニュアル専用の普及機なんかいくらでもあるんで、それはね、マニュアル撮影すればいいだけの話なんですけど、そこで難しいことはないですね。F フォトミックじゃなかったら露出系がないんで、まあ露出は体感露出とか、外部露出系にはなってきますけどね。で、このぐらいの、これ F4 ですけど、さっき EOS-1A のもありましたけど、F4 とか EOS-1A だったらもうオートフォーカスも使えば、プログラムオートも使えるし、全然難しいことはないです。普通に使えます。誰でも使えるカメラですね。まあ、プログラムオートなんかだったらね、もうカメラのことをちょっと知ったりはもうね、あとバシバシ、もうシャッターボタンを押すだけでオートフォーカスで撮影できる。そんなわけで、フラッグシップ機でもまあオートで撮れるというカメラになっていきます。これね、まあフラッグシップ機に対する考え方がね、時代とともに変わっていったんですね。一番最初はね、そのプロのカメラということで、プロはもう露出系なんか使わないぞと。露出系なんか使ってたらプロじゃないみたいな時代が昔はあったんですけど、それがどんどん時代的に変わっていって、どんな撮影シチュエーションでも、失敗なく撮れるということで、どんどん AE が、優先 AE がどんどん普及していったわけなんですけどね。まあ未だに僕はねマニュアルの方がちょっと多めの撮影になってますけど、 AE が使えるもんならまあ使うかなって感じもあるんですよね。結果的には露出を外すことが多いんで AE は使わないことが多いんですけど、で、その難しいかどうかっていうのは、その難しい、対して難しくない。で、重量が重たいと。重いんです。確かにね、軽いフラッグシップ機ってないんですよね。
そこはね、その重たいので大変だっていうね、考え方はあるんですけど、なんでフラッグシップ機って重いのっていうのは、まあ、堅牢性をね、出すことももちろんあるんですけどね、実は重たい方が写真撮りやすいんですよね。これ、前々回の動画でね、反射レンズね、ミノルタの反射レンズの話の時に、軽くてブレるって話をしたんですけどね、軽かったらブレるんです。これね、なんで軽かったらブレるのかっていうのをね、考えたらちょっと難しいんですけどね、まあ持って構えたらわかります。軽いとね、ふわふわするんですよね。で、重たいとしっかり構えやすいということで、重たいカメラの方がブレにくいんですね。そんなわけで、いい写真を撮ろうと思ったら、重たい写真、カメラの方が、ヒット率が上がると思います。そんなわけで、そんなわけで、まあ、フラッグシップ機ね、重たい、まあ、堅牢性を出すことがメインで、重くなっていってるんでしょうけど、まあ、結果的にね、その、いいが撮れる、というわけですね。で、それに加えて、感触ですね。もう、感触って言ったら、もうこのカメラは出てきますけど、これね、ニコンの F フォトミックですけど、もうね、巻き上げ感触も滑らかで、シャッターの音もめちゃくちゃいいんですよね。もう使ってて、フラッグシップって感じなんですね。でね、ファインダーもすごく大きいんですね。これフラッグシップ機の特徴で、プリズムとかファインダーにね、お金がかかってるんですね。で、見やすいと。ピントも合わせやすい。そんなわけで、その、廉価機とかになってくると、特に、オートフォーカス時代になってくるとね、もうペンタプリズムじゃなくて、ミラーが使われてたりするんですよね。見えがもう全然違うんで、プリズムを使ってある高級機でも、この辺のカメラになると、もうとんでもなく見えがいいんで、ね、もう恐ろしい描写になってます。これね、ファインダーのね、映りがすごく良くて、立体感があるというかね、で、ファインダーもね、いい素材を使っているんで、明るかったりしますしね、で、フラッグシップカメラはね、壊れにくいとか、撮りやすい。ね、今でいうファインダーもそうですし、重くて、ブレにくい、撮りやすいとかいうのもありますし、で、感触が良い。撮ってて楽しい。これが安っぽいカメラでね、別にね、同じレンズを使えば、普及機でも同じ写真が撮れるんですね、実際のところはね。普及機、電子シャッターになって、シャッター速度も正確になってますし、レンズが同じで、フィルムが同じなら同じ写真が撮れるんですけど、撮ってて楽しいのがフラッグシップ機なんですね。本当にね、感触がすごくいいんですしね。撮ってるって感じがするんですね。これも使ったことない人にちょっと難しいかもしれないんですけど、もう一遍使ってみるって感じで、一遍所有してね。で、今そんなに高くないんで、これはちょっと出来すぎですけど、これレンズ付きでね、5000何百円だったんですね。まあ多少手は入れましたけど、ジャンクだったんで、それをちゃんと動くようにしてね。まあそういうね、値段でもね、実際入ってくるような時代になってるし、昨今はね、そのフィルムカメラがね、ブームだって言って値段が上がってるんですけど、なぜかフラッグシップ機あんま上がってないんですよね。もう、普及機の中級カメラ、電子 AE カメラ、の値段はどんどん上がったんですけど、フラッグシップはほとんど変わってないんで、ある意味ね、フラッグシップが今お買い得感が高いんですね。まあ、ニコンで言うと FE とか、FE2 とか、FA とか、ミノルタで言ったら X700 はちょっとフラッグシップ扱いになるらしいですけど、あれはフラッグシップというよりはちょっとなって感じで、ミノルタでフラッグシップって言ったらもう X1 ですけどね、X1 はなんか、弾数も少ないし壊れやすいっていうんでね、ほとんど入手が難しいカメラにはなるんですけど、まあ、そのキャノンで言うと、まあ、AE1 とかね、AE1 がものすごい値上がりしてますよね。今もうとんでもない値段になってます。AE1 とか AE1 プログラムとかね、その辺の値段がどんどん上がっていってて、なぜかフラッグシップ機はあんまり上がってないんですね。まあ、本当にね、お買い得だと思います。で、壊れにくいですし、フラッグシップ機はね、故障しても修理できるものが多いです。特にもニコン F、ニコン F2、キャノン F1、ニューエヴァン、この辺はね、もうプロショップがあってね、オーバーホールにもまだ対応できると。こんなね、40年も50年も前のカメラなのに、このカメラもね、これはジャンク、ヤフオクで9500円で買った F1 ですけど、これね、フルオーバーホールしたんですけどね、もうシャッター速度もドンピシャの精度で、もう完全に新品と同じ精度が今出てます。この F1 ですね、旧 F1 なんですけど、もうピカピカでね、超お気に入りの1台になってるんですけどね。で、
まあ楽しい、撮影が楽しいとか、まあ、撮りやすいとかね、もうその上のもう一つ上がやっぱね、あのステータスですね。もう見た目がまずかっこいいですし、であっちこっちで結構声かけられますね。おお F1 だとか、おおニコンの F だとかね。まあフラッグシップカメラはね、やっぱね、知る人ぞ知るっていうね、あのステータスがあるんですね。これが所有満足度が高いんですね。もうね、こうやって並べて見てるだけでもね、十分満足できますね。もう触っててもほんと楽しいんですよね。で最近はね、そのミラーレス時代になってね、カメラはどんどんちっちゃくなって、ちっちゃい軽いカメラが偉いっていうなんか時代になってきちゃってますけど、僕は全然そんなことはないと思うんですね。まあでかくて重いカメラの方が撮りやすいんですよ。まあそれはね、そのあちこちに持っていくのにね、不便っていう時はね、そのちっちゃいカメラの方がいいっちゃいいんでしょうけど、カメラを趣味としている以上ね、そのカメラを触る醍醐味っていうのをね、フラッグシップ機でぜひ体験してほしいと思うんですよね。同じ意見の人は多分いっぱいいると思うんですけど、知らない人はね、軽い方がいいって、そっちの方に行っちゃうんですね。まず知ってみろって感じですね。そんなに高くはないですから、フラッグシップ機で一番安く買えるっていう、カメラになってくると、そうだな、やっぱりね、キャノン F1 か、そのあたりになってくるのかな。ニコン F4 もまあ、比較的安めではありますが、F4 は結構トラブルが多いカメラなんで、それだったら EOS 1とかね、EOS 1N とかね、そっち方面でもいいでしょうけど、このフラッグシップ機で、ね。よいしょ。この僕の EOS 1N は、HS は、このね、パワーブースター付き、で、9000円だったかな、感動品が。でも本当にね、調子よく今撮れてるんですけど、これ今フィルム入ってるんでシャッター切るわけにはいかないんですけど、この、よいしょ。単三電池8本で動くね、パワーバッテリーブースター。これで秒間5コマかな、の撮影が可能になってるんですけど、このカメラでもいいですね。フラッグシップ機を一度使ってみてね、そのステータスをね、ぜひ、体感してほしいです。マニュアルフォーカスがいいか、オートフォーカスがいいか、まあ、好みになりますけど、このずっしりと重いカメラでね、扱う楽しみっていうのをね、体験してほしいですね。まあ、いろいろね、ありますけどね、もうそこは好み、ニコンがいいか、キャノンがいいか。まあ、オリンパスはちょっとね、この手のね、でっかいフラッグシップカメラっていうのはないんですけど、ペンタックスだったら LX っていうのがありますし、ミノルズは先ほど言いました X1 ですね。X1 モーターなんかもうバケモンみたいなカメラですしね。そのフラッグシップをね、扱う、まあ、楽しみ、満足度、飾ってるだけでも絵になる。で、使ってていたらさらに目立つというフラッグシップ機、ぜひ体験してほしいところですね。はい、今日の動画ね、このフラッグシップ機をね、楽しむっていうことなんですけどね、まあもうすでに知ってる人はね、まあ納得していただけると思います。本当にフラッグシップカメラって良いものなんですけど、まだ知らない人はね、もうとりあえずね、そのギリギリジャンクみたいなやつでもいいからね、買ってみてはいかがと思います。で、フラッグシップ機は修理できますので、僕がね、そのフラッグシップ機を入手する、特にね、こういう、フルマニュアル機ね、 F1 とか F2 とか F2 コ F とかね、この辺のカメラはオーバーホールができるんでね、結構ボロい、その動作しないやつを安く買ってオーバーホールでメンテナンスするのがおすすめですね。だから例えばこれは9500円で買いましたけど、オーバーホールすると大体、日傘カメラサービスさんとか東京カメラサービスさんとかね、東京カメラリベートさんか、その辺に出すと大体3万円ぐらいで返ってくると思うんですけど、まあ部品の劣化具合とかにもよりますけど、大体3万円前後でオーバーホールできると思うんですけどね。まあ、4万円ぐらいで、もう新品同様のクオリティの、フラッグシップカメラが買えるってことなんですね。で、フラッグシップカメラってね、プロが使い倒してボロボロの機体も多いんですけど、お金持ってる人が高いから何でもいい、高いのを何でもいいから買えっていう人でね、こういうピカピカのやつもよくあるんですね。で、ピカピカやからだけど使ってないからシャッターが切れなくなってるジャンクとかいっぱいあるんですよ。そういうのを狙ってね、落とすのもありですね。
まあ、値打ちがあるカメラということで、もう本当にね、あの1回ね購入してオーバーホールしたらね20年間も調子を崩さず使える、もう買おうっていうレベルになっていきますので、まあ興味のある方はぜひね、フラッグシップカメラ買ってみてはいかがでしょうか。ほんでフィルム1本2本通してね写真を撮るとねもう虜になると思います。もう手放せなくなると思います。もう特にねこれがおすすめです。でもこれ音がしびれるね。いろんな人いますけど、シャッターボタンが押しにくいとかなんとかね言う人もいますけどね、もう音がねすごくいいんですね。これねフィルム入ってないんで今フィルムの部屋開けますけど、よもう この時点でねもう F だってわかるっていうね、もう蓋が外れる一眼レフ、でっかい一眼レフ、もうこれニコン F だってすぐにもう誰が見てもわかるみたいなねステータス、いいものだと思いますね。はい、ではここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日もね5名の作品を紹介してまいります。トップバッターはキャラブキさんですね、こんばんは、キャラブキです、今回も2枚投稿させていただきます。1枚目、題名は桜道、カメラはソニーアルファ7-2 ですね、レンズはスーパータクマ 105mm2.8 取って出し、2枚目が、ミナ撮る桜、カメラペンタコン6ですね、レンズ、ビオメター 80mmF2.8 有名なレンズですね、よろしくお願いしますということなんですけどもね、1枚目からいきますが、タクマの、ね、105mmF2.8 ということでね、手前に桜を入れてちょっとぼかしてるんですけどもね、これなかなかの写真になっておりますね、まあ、コントラストもしっかり出てるしいいんですけど、ちょっとどこにピントが来てるのか分かりにくいのかな、ちょっと分かりにくいのかな、いい感じでは撮れてると思うんですけど、で2枚目なんですけどもね、ペンタゴン6でビオメタ、これはすごい描写になってますね。結構ねボケが綺麗なレンズとして、有名なビオメタですけど、これ解像度もなかなかなんですね、さすが。ただちょっとねカメラを持っている人たちが邪魔だったかな、これ切っちゃった方が良かったかもしれないですね。はい、キャラブさんありがとうございます。次はねライカ Q さんですね、動画発信楽しみにしています、今回初めて投稿させていただきます。ベタですが中目黒の桜を撮りました。やはりフィルムが出す色は優しくて良いですね。写真に題名つけたことはないので悩みましたが、あえてつけるとすれば春でしょうか。カメラローライフレックス 3.5F フィルム富士フィルムプロ 400H、いいカメラで撮られておりますね。で写真なんですけども、さすがの中盤解像度抜群でありますが、残念だとすれば空が白かったことですかね。これ光はあるんですけどね、まあ、光が差したところを撮ったんでしょうけども、どうしても白い空だとねコントラストが下がってしまうということで難しい。桜の時期は本当に難しい。でもね青い空に桜が欲しいんですよね。難しいですね。なかなか、レンズはやっぱりねさすが、ローライのレンズ、ツアイスですね、すごい解像度になっておりますね。はい、ライカ Q さんありがとうございます。次がダムお猿さんの、作品2枚ですね、中年おたぎさんいつもお仕事お疲れ様です。先日ジャンクでオリンパスペン EED を見つけました。絞りリングが固くレンズもカビだらけでしたが、分解清掃して使えるようになりました。露出系も生きており、アンダーで赤ベロも出ます。そんなペン EED で試写した写真を2枚投稿します。1枚目のタイトルは赤白黄色、フィルム富士カラー100を使っております。2枚目が、角、フィルムは同じですね。1枚目はね、富士ツーリングの途中の道端で咲いていた花を撮りました。2枚目はね、ハーフサイズで撮ったのに、建物の木目が思っていたり、くっきり出ているのに驚きました。あと、今回撮影した中で一番空の色が綺麗に出たのがこの1枚だったので、投稿させていただきましたってことなんですけど、写真なんですけど、これすごいですね。これ、むちゃくちゃいい色が出ています。
まあ、チューリップのね、状態はそこまで良くないんですけどもね、色がすごい出てますね。2枚目もそうなんですけど、これペンのね、レンズなかなかですね、これ何の補正もしてないんですよね。ものすごいいい色が出ておりますね。富士カラー100ということで、ナチュラル、忠実再現なんですけども、これはもうレンズの賜物だと思いますね。はい、ダモンさんありがとうございます。次がね、1都市9さんから2枚ですね。せっかくポジで撮ったんで見てください。1枚目、無人駅と桜。ニコン F2 フォトミック、オートニックコール 50mmF2。RDP3、2枚目、同じく、オートニックコール 50mmF2、RDP3 ですね。で、写真なんですけど、これ、陸前ってことは、東北になりますね。天気もいいしね、桜もいいんですけど、もう一つ何か物足りないのありますが、綺麗には写ってるんですけどもね、これでもどうしようもないかな。この現場で撮るとしたらどうしようもないかな。ま、駅真正面から撮るぐらい。かな。でもなんかあったのかな。2枚目の方なんですけど、2枚目もね、ちょっと寂しい感じになってしまってます。これは光がないのも影響してるとは思いますが、歯医者もうちょっとね、うまいことすればもっと絵になったかもしれませんが、ちょっと現場を見てないでなんとも言えないけどね。はい、一度しゅうさんありがとうございます。1,2,3,4 次、ひでさんさんの作品までかな。中年おたきさんこんばんは。毎回楽しく拝見させていただいております。今回は1枚投稿させていただきます。先日古いハードディスクを整理してたら中盤のデータを発見。カメラペンタックス 645N、 フィルムコダックポートラ400までは記載がありました。時期は2011年4月、近所の公園で桜を撮影したと思います。三脚を立てたこと、レディーズを使用してシャッターを切ったことを覚えています。作品名は春風としてください。よろしくお願いしますということでね、映ってるのは月です。新月なので朝早かったかなということなんですけど、作品なんですけど、ものすごくいいんですよ。これものすごくいいんですけどね、できればストロボを焚きたかったかな。ストロボを焚くとね、手前の桜が、やや鮮やかに映るというね、このままの絞りでストロボを開けると、調光するとね、光が強くなりすぎないようにするっていうのがポイントですけど、光が強くなりすぎると、桜が真っ白になってしまうし、シャッタースピードとか絞りを変えると空が暗くなってしまうんですね。これストロボをね、ガイドナンバーめっちゃ弱いストロボとかを用意して、耐えて撮ったらよかったんじゃないかなって思います。ものすごい写真になってたと思います。多分この写真でも十分綺麗ですけどね。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日はね、ロボーノさんの俺のカメラですね。中年おたきさんこんばんは。今日は俺のカメラに投稿します。ヤフオクでジャンク品として出品されていたアサヒペンタックス K2、アーサーワと、アーサー缶と絞り伝達部分が固着していたものをミシンオイルさせて無事動き出して2回目の試写を始めているところです。実は届いた時同行されていたプラスチックストラップのポーチ部分になんと昭和58年の修理納品書2枚が入っていました。かつて食品として修理され、縁あって令和の時代に再び撮影できるなってことを考えると、この修理納品書はこの K2 のカルテであり、また歴史を綴った記録のように思えて、なおさら愛着湧いてきますということなんですけどね。ピレンタックスの K2、 当時のフラッグシップ機ですね。今日、今回の動画で取り上げましたが、 K シリーズのフラッグシップ機ということなんですけど、この K シリーズね、固着、あちこち固着して注意で治るっていうパターンが結構あるようですね。それとも注目だと思いますね。動きませんっていうジャンクを、比較的簡単に治せるチャンスかもしれませんね。レンズはね、XR リケンの 50mmF2L、富岡光学のレンズがついておりますね。試写の結果が良かったらいいですね。お待ちしております。投稿していただければと思いますね。ここからはね、やった、やっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったー、やっちまったなコーナー。今回は、秋潤さんの、これ、やったーになるのかな、
やったやっちまったコーナーに投稿です。ニコン L35AD、 これピカイチってやつですね多分ね。レンズ目当てでヤフオクで34円で落札、安いな。4月20日に届きました。ジャンク品で常にタイマー作動カメラでちょっくらバラしてみました。以前修理したことがあり面白半分に、そしたら完品になってしまい、レンズ目的のはずが使用品にレベルアップ、アルコールで汚れを落とし大切な一台になってしまいました。本当にピカイチなカメラですということなんですけどね、これハローカメラかな。僕も見慣れた伝票が、ついておりますが、ニコンのピカイチね、分解して修理して、これね、ハローカメラ送料は1200円固定なんでね、34円でも1234円なんですね。まあ、そこはヤフオクだからしょうがないんですけど、これバラしてね、よくこれ電子カメラをね、バラす気になりますね。僕はもう配線アレルギーっていうか、色が見えないんでね、配線がね、切れたりしたらもうアウトなんですよね。これ綺麗にね、分解して直ったということでね、ピカイチといえば結構人気でね、完品は多分オークションとかで結構の値段になっていくと思うんですけどもね、ぜひね、使って楽しんであげてください。はい、アキジュさんありがとうございます。今日の動画はこんな感じになっていきます。A シリーズシャッター泣き選手権、もう一人ぐらい投稿来ないかなと思ってるんですけどね、もし投稿ありましたら中年オタッキー2の方にね、キャノン A シリーズのシャッター泣きの音をね送ってください。10秒ぐらいのね動画で、まとめていただけると嬉しいと思います。あと教えてオタッキーさん、私が教えてあげれることなら何でも教えますので、何かね困ってること、わからないことあればね、写真付きできれば写真付きで、投稿していただければと思います。はい、今日の動画はここまでとなります。いかがだったでしょうか。高評価コメントのコメントようやくね先ほど全部、書き込みまして、バイクチャンネルの方はねまだ書いてないんですけど、終わらせましたんでね、またコメントの方ねどしどし、書いていただければと思います。高評価の方はねもうポチッと押すだけなんでね、今すぐポチッと押していただければ。でチャンネル登録なんですけどね、この動画を撮影する時点であと5名で4000名ということで、もうねちょっと4000名になってくるとさすがにちょっとした YouTuber になりつつありますよね。まあ再生回数はまだまだなんですけど、今後もね中堅 YouTuber を今目指して頑張っているところです。多分ねフィルム推しでやってる、でここまで伸ばしてるのは多分僕だけなんじゃないかな。デジタルがメインでフィルムちょこっととかそういう人はたくさんいるけどね、ほとんどフィルムでやってるのは多分ここまで伸ばしてるのは僕だけだと思うんですけど、なんでここまで伸びたのかよくわかんないよくわかんないですけどね。まあこれからもねフィルム推し、で頑張っていこうと思ってますんで、よろしければねチャンネル登録、お願いします。でゲリラライブとかも増えてますので通知オンで、チャンネル登録していただければと思います。なんか通知が遅いような気しますけど、僕のチャンネル登録で、サブアクでね、やって、通知オンでやってみたけど、ライブが終わったぐらいに通知が来たりするんですけど、そういう症状がある方は、まあ、ぜひコメントいただければと思いますね。はい、今日の動画はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画は多分現像上がってきたカメラのやつになっていくと思うんですけど、マミヤの RD67 か、ミノルタの α5000 の、話題になっていくと思います。はい、それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。皆様ごきげんよう。さよなら。